1923年11月9日、記念メダル2型。ジュは、ボタンホールがないので、オリジナルではないと思われる。番号は3773番。地の勲章は、国家社会主義ドイツ労働者党の起章である。1923年11月9日の、ミュンヘン一期を記念したメダルで、ナチ党の栄賞の中でも最上位に位置する。日本では、 ブルート勲章や決名勲章の表記も見られる。ミュンヘン一期参加者の検証のために1934年3月15日に制定された。制定当初の正式名称は1923年11月9日名誉章であったが1938年5月30日以降には地の勲章が正式名称となった。地の勲章の名は ミュンヘン一期の際の地染めの旗に由来する。1938年5月30日の総統例により解消とともに需要対象者が拡大され、ほぼ同じデザインのものが1938年8月27日に発行された。1934年と1938年に発行されたものでは若干の差異があり、 1934年版は1型、1938年版は2型と呼ばれている。メダルは直径40.5ミリのスモーク処理が施された銀製、重量は1型が2 2 9ムで2型が 17.5g。メダルの表面には鼻輪に乗った和紙がデザインされ、右側にミュンヘン1923年1933年の文字、鼻輪の中には、 11月9日の日付が入っていた。日付は、ミュンヘン一期の日、年号は、ミュンヘン一期から、ナチ党の権力掌握までの党の闘争時代を、示している。1934年版と1938年版では、和シの尾の長さが異なる。裏面には針十字が載せられたフェルトヘルンハレが浮き彫りに、され、その上に、うんとイアンハプトドクジシエクットという文字が、 刻印されている。フェルトヘルンハレの下には、銀の純度表示とシリアルナンバーが刻印されており、1型では、純度表示が上だが、2型は逆になっている。銀の純度は1型が997に対し、2型は800である。廃用には幅35ミリの樹を使用する。樹は、鉄十字章と、同じく黒会色の黒白赤を基調としているが、 鉄十字のものに比べると、黒の部分が小さく逆に赤の部分が多い。これは、血の色を意識したためと言われている。ボタンホールが開いており、制服右胸ポケットのフラップに銃を巻きつけ、そのボタンホールにフラップボタンを通して、止めるようになっていた。そして、普段は銃のみを略銃として、同様に着用した。 胸ポケットのない制服を着用している場合は二級鉄十字章の、樹と同様に前合わせのボタンホールから斜めに、廃用する。後藤常時、ヒットラーと、鉄十字章、シンボルによる民衆の扇導によると1933年3月、制定。銀の純度は千分率で表示される。すなわち、990は、 銀99%で800は80%を表している。ABC 山下下下 P P131、ABCDE 山下下下 P130、ABCD オールスビー P11 オールスビー P13、オールスビー P11、13ABC 五藤 P24AB オールスビー P12、13AB。山下下下 P P133 拝用した写真を、 確認、廃用した写真を確認後、等 p 十五廃用した写真を確認 AB 山下下下管 p 百三十に廃用した写真を確認、廃用した写真を、確認 HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.dhm.de スラッシュレモスラッシュ HTML スラッシュ BIOGRAFYEN スラッシュ DREXLERANTON スラッシュ INDEX.html ありがとうございます。